コントロールも抜群に良かったし、だからもうリードもそういうのなかったもん。もう構えたところに大体来るし、スピード速いし、変化球もいろんな変化球あったから、もう中学生のバッターじゃ打てないですよ。出なかった、皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネル5月の補習部門司会進行を務めさせていただきます、ベースボールプランニング友野さやかです。今回は東京新高円寺にあるセノンスポーツゼロからお届けさせていただきます。では早速講師を紹介いたします。元広島などでご活躍された西山修司さんです。よろしくお願いします。西山です。それでは、はい、今回は配球についてお話をいただけるということですけれども、はい、そうですね、この前谷重君がね、はい、いろいろキャッチングとかやってましたからもう本当すごいですね、やっぱりね、さすが日本でこう一番ゲームに出てるだけあって、低めの取り方っていうのをね、こう俺も勉強になりました、聞いてて。いや、うん、配球のことも配球のこともちょっとやってたのかな。こう四角これ使ってね、四角く9分割したやつで説明してたよね。ここの打率がなんぼでこういう風な感じで攻めていきますということやって、あれをまあああいうのが元になるんですけど、それをもうちょっと掘り下げて、ちょっとせっかくですから話しようかなっていう部分がありますね。ありがとうございます、はい、なんか私自身高校野球が大好きで、はい、西山さんの高校時代の映像を見つけたんですよ、その YouTube で。 そうですね、ね、なんか YouTube にその高校時代のやつがある、はい、痩せてたでしょ、すごい、はい、痩せてた。多分 今よりは30キロ近く痩せてるはずですからね、はい、一番バッターで、あの打率が7割っていうところで多分 YouTube に注目されて、そうですね、大阪大会のそうですやつでしょう。ですから、あれ何回戦だろう、3台と当たったの 5回戦か6回戦ぐらいだよね、確かね。だから、多分ね、3回戦ぐらいまでは10割やったんですよ。初っ端開幕で、開幕戦か1回戦で3打数3安打やったかな、2ホームランの。次の試合もそんなもんか、ホームラン1本ぐらいやったんかな、なんかそんな感じでいって、中本さん三大高校と対戦したんですよね。なんか若かりし頃本当に可愛らしくて、今の高校生とまた違う、あ、これがこの時代の高校生の野球かと思って拝見させていただきました。まあね、一昔前の、本当に何年前、30年ぐらい前でしょ、はい、もっとなるんか、35年、32、3年前か、になるわけですから、もう全然違いますよね。だからもう監督がバンバン選手殴ってた時代ですからもう今じゃ考えられないですよね。そうですね、でも本当にその時からキャッチャーのシートノックから入ってたんですけれども、はい、マスクを取って大きな声で、あの喝入れるじゃないですか、そのシーンもバッチリ撮ってあったので、かっこよかったです。そこは見てないですけどね、なんかバッティングのシーンもちゃんと両方あって、あ、こういう感じで高校生だったなと思って、私は高校野球が好き、純粋でしたよね、純粋でした、本当純粋。もうあのままの気持ちでプロ野球ちゃんとやってたら、あのもうちょっと成績良かったと思いますよね。どっかでちょっとそれちゃったよね、道をね、うん、中学時代はもう桑田選手とバッテリーを組んでたってことで、その時どんな采配で桑田選手とやったんですか？桑田投手って、はい、もうプロ野球で皆さん知ってるのはプロ野球で投げてる姿だと思うんですよ。で、彼って若い頃、その肘の手術する前までっていうのはスピードももっと速かったし、はい、彼肘の手術してからコントロールもちょっとやっぱり悪くなったでしょう、やっぱりどうしても。僕が受けてた中学の時っていうのは本当にその彼の若い頃、プロ入ってきて2年目3年目ぐらい、あれぐらいの感覚でもう中学の時投げてた、すでに。だからもうコントロールも抜群に良かったし、だからもうリードもそういうのなかったもん。もう構えたところに大体来るし、スピード速いし、変化球もいろんな変化球あったから、もう中学生のバッターじゃ打てないですよ。だからもうキャッチャーのリードなんて関係なかったですよ、本当に。だからよく、いいピッチャーにかかったら、はい、もうキャッチャーなんてリードなんて関係ないってよく言うじゃないですか。そんなもんですよ、本当に。
なんか試合前とかどんな話されたんですか、中学時代。いやいや、もう試合前そんな話もしないですよ。はい、普通にもうサイン出したらそれうなずいて投げてくるだけです何投げても打たれないです基本は。すごい、はい、なるほど。で結構その経験はプロに入ってからも生かす。いやだからそれが、はい、プロ入った時のコーチに言わせれば、その経験が僕をダメにしたっていうわけです。ダメにしたんですか。はい、結局苦労してないから、そういう感覚だって思ってるわけですよね。本当に僕はプロ入った時に、本当にプロのピッチャーを受けに行った時に、フォークボールって言われて、はいって言って言ったら、真ん中ぐらいにワンバン投げるわけですよ構えてて。なるほど、ね、だから逃げたんですよ思わず。そんな逃げますよ、はい、びっくりして。確かに。だからコーチにすごい怒られたんです、体で止めろって。ね、いや体で止めろって俺じゃないでしょ、向こうでしょって言ったの、ピッチャーでしょ悪いのは、うん、なのあんなワンマン取れるわけないじゃないですかっつって言ったら、バカ野郎って言われてすごい怒られたんです。ね、ワンバンっていうのは体できっちり止め、キャッチャーが止めなきゃいけないって。もうそれ今知らんかったんですよ本当に。高校の時ってサイドスローのピッチャーやったから、はい、ワンバンなんか来たことないんですよ。そうなん、サイドスローってワンバン行かないんですか。ワンバンなんかほとんどないサイドスローですから、横からのまっすぐとスライダーとかでもちょっと浮くような感じですから、ここへこうワンバン来るようなことほとんどないから、体でキャッチャーは止めなきゃいけないっていうのは全く知らなかった。だから手でピュッピュッと取ったらいいもんだって思ったんですよ。で桑田投手受けてるから、はい、中学の時ほとんど構えたところにしか来ないから、そんなワンマン止めたことないんですよ体で。だからそれ知らずに、で僕はその時にプロのピッチャーって構えたところ投げれないんですかって言った。あ、いやでもそうなりますよね、うん、確かに。たらコーチにバカかお前はって言われたいやいやだって中学生の桑田投げるんですよって、プロのピッチャー投げれないんですか、うん、そんな投げれないやつがプロ入ってきてるんですか、おかしいでしょって俺は言ったんだな、お前ほんまふざけるなってすっげえ怒られる。でそれから本当にそのワンバン取る練習とか、ワンバン取る練習に切り替えてやったけど、痛いな、キャッチャー嫌や、もうむっちゃ嫌やったんです。だからもうキャッチャー嫌や、この辺とかバンバン当たるじゃないですか、でむっちゃ痛いわけですよやっぱり。それはもう石当てられてるようなもんですから。いやそうですよね、高級ってカチカチですよね。うわもうキャッチャーほんま嫌やって思ったんです最初。もうほんまキャッチャーやめたいと。プロ入ってから、はい、なるほど。そんなしたことないから、だからもう嫌やわキャッチャーって思ったんです。だから当分怖かったんですよ。怖かったし、やっぱりなかなか最初ワンバンで止めれなかったんですよ。プロに入ってから最初に南海ホークスに入って、うん、その時にはなんかその采配とかキャッチングについてアドバイスとか指導をもらった選手とかいますか。僕はねプロ入って、まあ、最初の1年っていうのはキャッチャーしてたんですよね、はい、してて2年目の時ってもう2年目の最初から内野手してたんですよ。内野手です。南海ホークス入ったじゃないですか、はい、で2年目の時にキャッチャーにその南海の2軍のキャッチャーっていうのは大塚さんって言って、俺の1個上のもう将来多分レギュラーのキャッチャーになるだろうって目された人がいたんです。大塚さん、はいはいはい、でいんだそこへ輪かけて森さんがドラフト2位で入ってきたわけ。あ、森さん今の去年ヘッドコーチされたソフトバンクで、はい、森さんが森さん、もう鳴り物入りで入ってきて、だからお前は出れんって言われたんです。もうお前の出るとこはないっつって、でただもったいないからお前なやしてって言われて、強肩ですもんね。だって肩が強いですし、強肩かどうか、まあ、そこそこ、まあ、動きながらやったら投げれたんですよね。うわーすごい。ああでお前ショートせって言われて、でショートで出たらつこたるからって言われて、これショートに変わったんですよ。内野手の中でもショートなんですか。ショートって花形ですよね。その時の監督が二軍監督が柴田武さんって言って、柴田武さん、ね、昔知る人ぞ知ると思うんやけど、審判ボコボコにして永久追放なりかけた人阪神のね、はい、島野さんと二人で、その人がなんか知らんけど南海にいたのよ。で南海の二軍監督になって、その人にすごいこう可愛がってもうたいうか、いろいろだから本当にその人がもう野球教えてくれたわけ。なるほど。柴田さんっていうのは本当に野村さんと同年代か、野村さんの下でずっとやってた人、南海時代も同じ一緒にキャッチャーして、でコーチも野村さんの下でコーチしたりして、すごい野村さんの野球のあれをよく知ってたわけで、この人がもう野球のキャッチャーやったんですね。そうで、その配球のこととかもこの人がもうすごい教えてくれたわけ。
こうなったらエンドランがあるんだって、こういうケースはこういうこと注意しなさい、監督にもよると。で、大体の監督で言えばフォアボールで出たランナーっていうのはすごい大事にするんだっつって、でヒットで出たランナーっていうのは意外と動かすんだっつって、それは何でか分かるかっていうようなことを言われた時に、なぜかって言ったら、はい、結局その監督さんも経験上、そんな試合の中で何本もヒットがバンバン出て、はい、ヒットヒットヒットという感じでバンバン点が入るっていうことはあんまりないんよ。やっぱり野球っていうのはフォアボール絡んで、そこへエラー絡んだり、それでワンヒットで点が入ったとか、そういうケースが結構多いんです。だから監督っていうのはフォアボールで出たランナーっていうのはすごく大事にする。ヒットで出たランナーっていうのはそんなバンバンヒット続かんから、それは意外と走らしたりエンドランかけたり、そういうことする。そしたらじゃあどう対処するんかって言ったら、ヒットでボーンと打たれてランナー出た、じゃあ一塁、次のまあエンドランあるなっていうのを頭入れながら、じゃあエンドランわざとエンドランさせばいいんや、させて知らん顔して刺しといて、ウエストして思いっきりランナーアウトにすればいい。じゃあどうするかって言ったら、知らん顔して初球外へボール気味に構えて、わざとボール球投げさすんや、ワンボールなるやろ、はい、大概動くからで知らん顔してウエストしてバーンとアウトにしてる。じゃあそれは打者心理を読むというよりかは、その走ってる人の心理を読むことですか。いや、相手の監督の、監督か、そか、相手のベンチの作戦を読む。なるほどなるほど、そうしろって。そしたら大体引っかかるからって、やってやるんや。で、そういうことををいろいろ教えてくれたんです。柴田さんが。で、俺もその時はよう意味はわからんかったんやけど、まあいろんなそういう話を聞いてて、それが自分がやっぱりレギュラーで出した頃にその意味がやっとわかった。あ、こういうことか。自分が結局レギュラーで出だしたら、いうかキャッチャーっていうのは、はい、そのまあグラウンドである意味監督の代行なんですよ。守備に関しては全部自分が指示出して。やるわけなんですよ。結局ポジションとかでもこう動け言ったらみんな動くし、はいはいはい、でなおかつピッチャーに配球、その何投げろっていうのも全部自分が決めるわけでしょ。だからもう全部自分が動かすわけなんですよ。確かに。だから本当にそのそうする以上は絶対にもう野球に関する知識がいるんですよ。もうただ単に受けて打ったりとかだけじゃないんですよ。相手こういう作戦してくるだろうな、じゃあこういう時はこういうことしてくる、こういう対応しなきゃいけないとか、もう全部頭入れとかなきゃいけないんですよ。もう監督と一緒ですよ。はい、そうですよね。でそれを自分がもうグラウンド出たら全部自分が仕切ってやらなあかんわけなんです。で最終的には全部自分が責任取らなあかん、はい、もちろんその長いシーズンの責任は監督が取ってくれるけど、1試合1試合の責任、勝った負けたは全部自分に来るわけなんです。キャッチャーに来るんです。もう次の日新聞見たらもうそうでしょ。負けたらもうリードが悪かったとか、はい、もうそんなんでしょ。かかね、もう解説の人とかボロカスじゃないですか、テレビ中継見てたら、はい、キャッチャーのリードが悪かったどうのこうの。勝ったらキャッチャーのリード良かったって誰も褒めてくれないじゃないですか。ピッチャー良かったっていうでしょ。いやそれはもうしょうがないんですよ。もうけどそれを覚悟でやってるんですよ。で本当に完封勝利とかした時に、自分の今日の配球あそこよくぞうまいこと抑えたなっていうのを自分で帰って一人でよしって思うんですよ。もうそれだけなんですよ本当に。もう負けて打たれて負けた時にはもう本当に全責任をかぶってもうすいませんでしたしかないですよね。でもじっと、ただその同じまあやられるにしてでも勝つにしてでもそうなんですけど、はい、配球っていうのはそこで一球一球全部自分できちっと、だからそれだけ責任持って考えてやったかどうかなんです。何気なくポンと出したサインっていう、それはダメなんですよ。もう全てに理由があるんですよ自分の中で。こうだからこの球、こうだからこの球っていう、それを考えて一球一球全部いろんなことを考えて出した分で打たれた負けたとかいうのは、これはもう本人のもう身になるんですよ。もう負けても次に生きてくるんです。そう、考えてやったこと、かけてやったことは、うん、これが考えもせずに一球一球考えもせずにぼーっとして、あーホームランないからいいよまっすぐで、もう単純にポンと、はいまっすぐまっすぐとかやってたら、もう点差もあるし、はい、はい、打たれても1本ぐらいポンってやってるようじゃ次に繋がらないんですよ。同じ抑えたり打ったりしてでも、でそれをきちっとできてれば、何年かした時っていうのはもうすごくリードが上手くなる。あ、そ
そういう何年単位で蓄積されてるんですよね。うん、それはもう1年2年じゃ無理ですよ。だってやっぱりね、そのキャッチャーって、はい、これ野村克也さんよく言ったんですけど、キャッチャーの仕事って考えることなんですよ。へー、やっぱりどうやってこうバッターを抑えるかっていうね、その考えることが仕事なんですよ。だからね、考えるにしてでもその考える材料がないとやっぱ考えられないです。そうですよね、うん、だからその材料って何かって言ったら経験ですよ、やっぱり経験。それだけいろんな場面をやってないと経験、あのそう考えようがないんですよ。だって高校から上がってきたキャッチャーがいきなりポンと一軍のゲーム出してもらったところで、はい、高校でやった知識しかないから、それで リードしろって言われてもプロのピッチャーリードできないですよ、やっぱり。でそれがやっぱりベテランのキャッチャーとリードの差っていうのは、そういうところで若いキャッチャーとの差って出てくるんですよ。だから若いうちってやっぱしょうがないですよ。それは1年目2年目からできるに越したことはないんですよ。いいリードができるに越したことはないけど、なかなかそれはね、経験なしにできないですよ。頭で知識いろんなことを教えてもだからだけじゃできないです。だからそれがいろいろなやっぱり試合に出て覚えていって、それがやっぱり3年4年になってきた頃に、あ、なるほどこういうことか、こうすればいいんだとかって分かってきて、徐々にそこからいろいろ見えてくるんですよ。だからそれまでっていうのはとにかく考えること、本当に考えて一球一球きちっと自分で考えてサイン出していけば、負けてもそれは身になる、自分の引き出しになってくる。でだから若いからって言ってもリードあるけど、やっぱりゲームに使ってもらえないよ。一軍にも上げてもらえないし、まず最初に経験自体が積めないってことですよね。そうそう、じゃあどうしようかって考えた時に、自分が一軍で生き残るために、あのプロで生き残るためにどうしようかって考えたら、そしたら9割考えること仕事や言われてでも、はい、それはもちろん考える勉強もすればいいけど、とりあえずは打てばいいんですよ。あ、バッティング、そう、とりあえず打つ方からいけばいいんですよ。あ、だから打つ方から行ってガンガン打てば使ってくれるんですよ、ゲームに。その今頃特にそういう風潮に今頃のプロ野球ってなってんすよ。なるほど。特に顕著な例で言えば、最近で言えばやっぱりあのライオンズ森なんかでもそうでしょ。入った時に DH でガンガン打ちまくって、次の年キャッチャーも使ってもらえるような、首位打者取りました、キャッチャーしながら首位打者取りました、すごいじゃないですか。彼なんかもう最初肩弱い言われたりいろいろ言われたけど、もうバンバン打って、俺はもうあんだけ打ったら使うじゃないですか、絶対に。リードとかじゃなし、そうですよね、うん、高校の知識がなくて今のお話聞いてると、うん、そうよ、その通りですね。だからそうやって打ったら使ってもらう、使ってもらったらやっぱりだんだん上手くなるんですよ、リードって。そんだけ一軍のゲームに出ていけば、もちろんその考えてやってればね、はい、で考えてやって、なおかつ帰ってそれをもう一回復習すれば、自分で復習するんだ、うん、そうすればどんどんリードって上手くなるし覚えていくし、だからもう3年4年それを続けていったら絶対すごいいいキャッチャーになるんですよ。あ、うん、だから今のカープの相澤とかでもそうでしょ、はい、いいバッティングしてるじゃないですか、20本ぐらいホームラン打つわけじゃないですか。そうですね。ね、で、そうしたらそれはあの当時ね、俺の後で石原とかいたけど、それを押しのけてそっち使うじゃん。で今の坂倉もそうでしょ、はい、バッティングいいからやっぱり使いたいじゃん、笹岡監督も使いたいし。だから中村なんかドライチで鳴り物で入ってきたけど、はい、これだけバッティングのいい2人がドーンと1軍でおったら、なかなか1軍でゲーム出られへんよね。そしたらもう今年に入ってその外野で2軍のゲーム出て、ね、で打ちまくって1軍来たよね、はい、1軍ももうスタメンで使ってもらってすぐ結果出してたじゃないですか、はい、打ちました16日に。もう打ちまくるしかないんですよ、あれ。ほんで打ちまくったら今度どういうんかな、ピッチャーのなんていうの、ローテーションじゃないピッチャーが投げる時とかキャッチャーで使ってくれたりするんですよ、経験積まそうとして。そしたらそうやってキャッチャーででも出れるようになるんですよ。だから最初高校から来て全く経験ないところで、経験ないところでキャッチャーせえ言われても、もうピッチャーと喋ることすらできんわけですよ。もうサイン出してもう首振られたら変える、もうそのご機嫌伺いじゃないけど、これですかこれですかって、もうそういう風になっちゃうんですよね。なるほど。けどそれがそうやって外野手ででも経験積んでキャッチャーしたら、ピッチャーに平気で物言えるんですよ。こうした方がいいですよ、こうでしょ、ああでしょって。そしたらピッチャーももうそんだけ打って結果出してるから言うこと聞いてくれるんですよ。
だからまず僕が思うのは本当に守りがキャッチャーってやっぱりリード配球であったり守りが一番なんですよ。きっちりできなきゃいけないですけど、レギュラー取るまで何かって言ったらまず打たんことには無理ですよ。まず打てるやつは打てるに越したことないんですよ。もうガンガン打ちゃいいんですよ、気にせず。今日は、新興エンジニアのセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。